試合振り返って。はい、重いですね。35キロくらい触るんで、上になられると本当に防ぐの精一杯ですね。ローキックがちょっと効いてたんで、まあ、そこを狙おうと思ったんですけど、途中でグラウンドで結構時間取られたんで、あと最後はちゃんと入って、まあ、投げられましたけど、一瞬の返しですね、サソリ型で、ね、回って足首を取るっていうのは昔から考えてました。あまりサソリ使う人いないですけどね、長州さんも辞めちゃったんで。でもまあこうやってたまに出る時あるんで、そういう時はちゃんとこうやってやろうと考えてました。彼、はい、やっぱりロープがないんで、自分いつもフットワーク使うんですけども、あんまりフットワーク使ってたらこうストーンってこう落ちちゃったらどうしようかなって、それちょっと気にしてましたんで、なんとなくですね、こう周りが暗いんで、暗いところが近くなったらもうあんまりその後ろに行っちゃダメなんだなっていうのを気にしながらやってましたんで、真ん中をこう取っていこうと思ったんですけども、やっぱりこう蹴り合いとかやってるうちに距離ができてちょっと気になりますね。それだけロープあった方がいいです。それか平面で落ちない平面の方がいいなと思いました。それ以外はもう一緒ですね、まあ、エスケープなしで、スリーカウントなしなんで、まあ、ギブアップノックアウト、一番シンプルでいいと思います。またこの大会出たいという、いやちょっとリングがこう段があるのがちょっと嫌ですね。なんか違う競技になっちゃうんで、そういう意味ではやっぱり自分はロープあってほしいですね。ロープあった方がいいなとすごい再確認しました、はい、でもまあ声かかったらやります。はい、ありがとうございました。